T-72、T-72、ロシア語、低整ミジェシャトドバーは、1971年にソビエト連邦で開発された主力戦車である。ロシアでは、ウラルという愛称がある。1960年代、ソ連は T-64 を新たな主力戦車として配備を進めていたが、当時の最新技術を詰め込んだ結果、 OTDF ディーゼルエンジンをはじめ自動装填装置の不具合など多くの問題点が露見、そして最大の問題は生産コストの高さであり、十分な数を配備することが厳しい状態だった。こうした中、T-64 よりも堅実で安価な戦車の開発が1967年から T-62 の車体をベースとしたオブ A ェクト172として始まり、 オブジェクト 172M として、プロトタイプが完成した。1971年から1973年に、掛け各種試験を経て、正式に T-72 として採用され、1974年より、チェリャビンスク・キーロフ戦車工場にて、従来の T-55 及び、T、T-62 の生産ラインから全面的に切り替えられ、生産が開始された。 ソ連以外の旧東側陣営でも生産され、総生産数は約2万5千両に及び、ロシア軍の T-72B3 などをはじめ2010年代にも、在来装備の T-72 に、性能向上のための近代化改修が加えられて、運が続けられているほか、改良型の T-90 等が現在でも、生産されている。技術的には、 アメリカの M60 パットンや西ドイツのレオパルト1、イギリスのチーフ店と同じ第2世代主力戦車にあたる。ただし、登場した時期は、西側の第2世代主力戦車と第3世代主力戦車の中間に至ることや、格好砲や複合装甲など、西側第3世代主力戦車で採用される装備を備えていることから、研究者や資料によっては、 第3世代主力戦車の方に分類されたり、間を取って第2.5世代とされることもある。74式戦車と同じ低い車体や亀型砲塔など、同世代戦車の中では攻撃力、機動力、防御力のバランスに優れているとされる。その後の第3世代主力戦車と比べると、見劣りはするものの、前述のように旧東側陣営で、 数多く生産されたこともあり、現在も数多くの国々で使用されており、T-90 などの改良型の開発も続けられている。ソ連においては T-72 採用後数多くの回収が実施されている。1978年にレーザー測遠機の装備が開始されたが、高価であるため、1985年までは指揮官用。 T-72K を中心にしか普及しなかった。1985年以降に生産された T-72AV では、エンジン馬力も780馬力から840馬力に、強化、リアクティブアーマーやレーザー側延期も生産当初から標準装備となり、手法から対戦車ミサイルも発射可能となった。1979年には T-64 でも、 採用の複合素材装甲を車体全部中心に取り付け防御力を強化。1980年代にはリアクティブアーマーが追加された。T-72 は旧共産主義圏にて1970年代からソ連崩壊の1991年まで最も多く使われた戦車であり、ワルシャワ条約機構加盟国以外にもフィンランドイランイラクシリアなどにも輸出さ。 インドやユーゴスラビアなど他の多くの国でもライセンス生産やコピー品が作られた。当時ワルシャワ条約機構に所属していたポーランドとチェコスロバキアでもライセンス生産されたがオリジナルより走行面などで性能が低下した白物だった。例えばポーランドで生産された T-72G はソ連軍の T-72 では複合装甲だった。 砲塔前半部が 410mm の通常、装甲となっていた。ソ連でも1990年までに自国製の輸出用モデルが開発され、アラブ諸国を中心に大量輸出した。これも、やはり装甲や砲弾の威力などが大幅スペックダウンした、いわゆるモンキーモデルであった。80年代にはイラクに対しチェコやポーランド、ソ連が T-70 に完成品を輸出。 後には、半艦製部品を、ノックダウン生産で、イラクで組み上げて、中国製の部品で改造をもい、国産戦車を自称してと命名された。またイラン・イラク戦争で使用した、自家輸入、T-72 の方針寿命が短く、ソ連からの交換部品の供給も滞ったことから、イラク国内に方針工場を作ることになり、これが、ライセンス生産化の始まりであったという。なお、 ユーゴスラビア型の M-84 は、クウェートに輸出され湾岸戦争で、対イ,イラク戦に使用され、後に、イラク戦争後の新生イラク軍、イラク治安部隊にも導入されている。ソ連崩壊以降は、独立した諸国が、それぞれの T-72 の生産技術をもとに、数多くのバリエーションを開発している。自国で生産した。 オリジナルタイプの輸出からすでに T-72 を購入した国への回収パッケージとの販売など、その販売形態も広がっている。T-72 自体が長期にわたり多くの国々に供給されたこともあり、ソ連から独立した諸国にとっては現在でも魅力的な軍事マーケットとなっている。リメートル2 a 十六 m 格好法は西側のリメートル L44 格好砲と比較しても遜色ない威力とされ、有効射程は1800から2000メートル。戦車砲弾以外にも、射程5000メートルの QM119、または QK120 追戦車ミサイルを発射、可能であり、ガンダンチャーとしての機能を持つが、射撃管制装置の使用によっては、対戦車ミサイルに対応できない場合がある。また、 回転装填式自動装填装置であるロクイーティス40ロシア語を搭載する。T-64 では水平に配置した弾頭と立てた姿勢の装薬灯をアームが広い上げて装填する方式であったが、T-72 では弾頭と装薬灯の両方を水平に収納する回転ドラム式となった。当初は装填不良など信頼性に問題があったものの、 回収型の T-90 においては13秒間に3発もの砲弾を発射できるまでに改めされている。しかし、この装置のために、車内居住性は相変わらず悪いものとなった。砲弾は弾頭と反症陣薬卿、創薬が分離されており、各々戦闘室直下に炎上に配置され、それらをホイスト式の自動装填装置が拾い上げて装填する仕組みになっており、 ルクレールや90式戦車が採用している弾頭、薬莢一体型の弾薬を用いる自動装填装置とは根本的に異なる。砲頭部は鋳造製で最も厚い部分で2 8 0ト、mm、ルであったとされ、先端部で8 0ト、mm、ルの装甲が施されていた。後に T-72B から砲頭前面部に当時では珍しかった膨らみのある複合装甲が取り付けられ、 西側では当時、この独特の膨らみは、女性の豊満なバストをイメージさせたことから、グラマーで有名な女性歌手、ドリー・パートンの愛称で呼ばれた。車体自体の前面部は、鋼鉄層甲板に、セラミックやガラス繊維などを織り込まれ、その厚さは 200mm 程度だが、独特の傾斜デザイン、肥大傾斜により、その効果は、 実質500から 600mm 厚の圧延層甲板に匹敵する強度を実現した。それ以降も防御力を増すため、成形作薬弾、ヒートに対し有効な爆発反応走行が追加装備されている。当初は立体や車体側面を成形作薬弾から守るためのサイドスカートが分割式の金属製であったが破損しやすかったため、後に 金アメリンのゴム製に変更された。T-64 のエンジン、および足回りの問題が発端で開発が始まったこともあり、ディーゼルエンジンは信頼性が高い第二次、世界大戦時の BT-7M や T-34 の V-2、それを T-44 で横置き式に改良した V-44 を500馬力から780馬力に引き上げ、 オブエークト172では V-45、T-72 では V-46 を採用している。ソ連崩壊以降の各国の T-72 のバリエーションタイプでは、それぞれ独自のエンジン採用のため、バリやアシステムは各々異なっている。生産当初の T-72 は41トンと、西側諸国の主力戦車と比べて軽量であった。 当時のワルシャワ条約機構下では、この重さを基準に道路や橋を設計したと言われており、自軍の戦車が進行するには有利かつ、他国の戦車の進行を阻む地形になっていた。車重が軽量なことから、780馬力にも、かかわらず、ドイツのアウトバーンでは、超速機を解除することで、時速 110km の路上最大速度を記録したと言われる。 125mm 格好砲や複合装甲を備えた T-72 は前日のように攻撃力、防御力、機動力で同時代の他国の主力戦車を上回り、またそれらのバランスも優れていた一方で、以下のカタログデータには現れない弱点があった。弾薬が戦闘室外のバスルに格納されている西側の第三世代戦車とは異なり、 弾頭と創薬が別々に戦闘室直下に、剥き出しで炎上に並べられるというレイアウトは、肥大貫通時に誘爆を起こしやすいものなった。実際、湾岸戦争やイラク戦争、チェチェン紛争や、グルシア戦争において、砲塔が吹き飛び、弾薬庫が位置する車体中央下部が著しく、損壊した T-72 の映像や写真が多数、公開されている。なお、この欠点は、 モンキーモデル以外の t 七十二や t 六十四、t 八十、t 九十二も共通したもので、チェチェン紛争では、ロシア連邦軍の t 七十二 b なども、同様の破壊を受けている。t 七十二に限らず、それ以前のソ連戦車にも共通する弱点ではあるが、t 七十2はそれまでの t 五十五や T-62 から、 さらに砲塔の小型化と超方針化を進めたため、砲の上下の稼働範囲がマイナス5、プラス18度と狭く山岳線、紫外線になったチェチェン紛争では、ビルや山の上に構築された陣地や、肉薄する不評に対する砲撃ができない状況が散見された。不評への支援任務が圧倒的に多くなる途上国の紛争では、T-72 よりも、 強格深くの大きく取れる T-54、55が現場では好まれるという。この欠点もモンキーモデル以外の T-72 や T-64、T-80、t, t, t 9にも共通したものである。蒸気の強化された走行圧や装備品は車内に向かってスペースを占め、狭い戦闘室は新しい装備や機材を 追加導入する際の障害となった。また、アップフスズは、断震の長さに比例して貫通力が向上するため、他国は、方向系はそのままに、断震の長さを可能な限り長くし、貫通力を増すという手法で、火力強化を行えるのに対し、T-72 系列戦車は、分離式砲弾であることと、自動装填装置の機械的制約上、弾身延長が困難である。 これが口実する西側の 120mm 砲との貫通力差の要因となった。T-72 の最初の実戦投入は1979年のソビエト連邦によるアフガニスタン侵攻と考えられるが、ムジャーヒディの相手のゲリラ戦であったため、戦車同士の交戦の機会は全くと言って良いほど、無アフガニスタン政府軍に供与されていなかった。 アフガニスタン政府軍には T-55 と T-62 を供与していたので、ソ連撤退後のアフガニスタン内戦で使用されることもなかった。西側の主力戦車 MBT と戦火を交えたのは、1980年に勃発したイラン・イラク戦争において、ソ連製戦車を中心とするイラク軍の T-72 がチーフテンなどを装備するイラン軍と交戦したのが最初、出る。 デズフールの戦い。しかし、具体的戦果がはっきりと分かっていないため、あまり注目はされていない。T-72 の戦闘が初めて世界の注目を集めたのは、1982年にイスラエルがレバノンへ侵攻した、イスラエル作戦名、ガリラヤの平和際に、シリアの T-72 がメルカバ MK1 と交戦した時である。 シリア第3機構士団の装備する T-72 は、ベッカーボンチ南部で6月10日頃、従来型のアップズ弾を搭載した、ショット、イスラエル軍、使用戦チュリオン戦車1個大隊を攻撃し、これに損害を与えて撤退させた。これに対しイスラエル軍のベンガール少将は、翌日、第7機構旅団の新鋭戦車メルカバを派遣。 当時のメルカバ MK1 の手法は1世代前とされる L705mm 戦車砲であったが、イスラエルが独自に開発した完全、タングステン号金弾身のアプフスズの性能や、イスラエル軍とシリア軍の戦車兵の連度の差、シリアの T-72 が低性能のモンキーモデルであったことなどが原因で T-72 はメルカバに遠距離からほぼ一方的に撃破された。 1991年と2003年、2度にわたり T-72 は、西側の第3世代戦車である M1 エイブラムス、チャレンジャー1.2と激突した。アメリカ軍を中心とした多国籍軍の戦車は、貫通力の高い劣化ウラン弾を採用した強力な砲弾と同じく劣化ウランを織り込んだ防御力の高い装甲、夜間でも確実に標的を捉えることのできる、 射撃管制装置など最先端の装備で臨み、圧倒的な制空権の下でエアランドバトル戦を展開したのに比べ、イラク軍は t 七十二 m や t 七十二 m 一といった輸出向けにスペックダウンされたモンキーモデルで対抗しなければならなかった。本来、複合走行が施されている部分に、普通の圧延鋼汎用接走行が使用されていたり、一部だけの t-72m1 が複合装甲を使用したアプフスズ弾の浸透ルタイもタングステン製ではなく鋼鉄製のものが使用されたと言われている。このため m1 エイブラムスの砲塔に直撃弾を与えたにもかかわらず全くダメージを与えることができなかったケースもあった。イラクが行った改良はレーザー検知器を加えた程度であったため 多国籍軍側戦車との性能差は明らかであり、T-72 はほとんど一方的に撃破された。しかも、T-72 は、砲塔下部に砲弾を収納する設計になっていたため、貫通した砲弾によりたやすく誘爆を招き、搭乗員すべての命を奪うこととなった。直撃を受けた砲塔が箱の蓋を開けたように、横倒しになったり、上空に吹き飛ぶ様子を見たアメリカ軍病たちは、 T-72 をジャック・イン・ザ・ボックス、びっくり箱と呼んでいた。湾岸戦争における73イースティングの戦いなど、夜間に最新の電子装備が搭載された M1H、HA により一方的に撃破される映像が世界中に流されたこともあり、T-72 の兵器としての商品価値は一気に下落した。T-72 の全面回収タイプである。 t 九十は、この失墜した、ロシア製兵器のブランドイメージ回復を目的に、開発されたと言われ、また、輸出に際してもモンキーモデルにせず、本国と同等の仕様にしているとも言われる。二千八年九月、ウクライナから、ケニア軍向けに、海上輸送中の三十三両の t 七十二は、ケニア沖で、ソマリアの海賊に、ベリーズ船籍の貨物船ファイナ、 さらに、ファイナに積載されていた、大量の兵器もろとも強され、ニュースになった、多額の身の白金により解放。上記4作に登場するものも、ランボー3に登場したものと同じレプリカ車両である。このレプリカ車両は、T-72 の特徴をよく捉えているが、砲塔が実物に比べて小さく、形状が平たくないことや、立体の形状。 砲塔全面周囲に装着されている発煙弾発射灯の形と一致で見分けることができる。なお、このレプリカ車両は2000年代になっても現存しており、メギドやレッドドーンといった作品に登場している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。